皆さんこんにちは、ニーナです。今日はこちらのキャンメイクの福袋ハッピーバッグ2017を購入してきたので、そちらの開封動画を撮っていきたいと思います。といってもこちらの中身は全部同じだっていうことで、同じだっていうことで、あともういろんな YouTuber の方がもうすでに動画を出されてるので中身は知ってると思うんですが、まあちょっとタッチアップしながら、ちょっと実際に手につけたりとかしながら開けていきたいと思うので、よろしければぜひご覧ください。もうね、キャンメイクのハッピーバッグがもう欲しくて欲しくて、でも家の周りには全然売ってなくって、ちょっとね遠くまで探しに来ました。で、私が見つけたのはイトーヨーカドーの中にあるロフトで購入しましたちょっとややこしいんですけど、私ね去年もキャンメイクのハッピーバッグ購入できたんですけど、500円のものしかなくって、で900円のものもあるっていうのは聞いていたんですけど、全然見つけることができなかったので、今回このね900円のハッピーバッグを購入できたのがすごく嬉しかったです。はい、それでは開けていきます。はい、まずはじめにこちらのアイシャドウですね。キャンメイクアイニュアンスアイシャドウ29番ですね。これねすごく可愛いなと思ってて、この3色シリーズは結構人気だし昔からあるの知ってたんですけど、一個も持ってなかったのでちょっと気になる存在ではあったので、これが入ってるってことがすごく嬉しかったです。はい、開けてみるとこんな感じで、とってもラメが綺麗ですね。すごいコンパクトなんですね。この薄さで3色が入ってるってとってもいいなと思います。ではちょっと指にのっけていきますね。まずこの薄いベースとなる色から、結構粉は柔らかい質感ですね。ここにのせます。あ、結構薄付きですね。こう馴染みがいいっていうか、こうラメが乗る感じで、特にこう白っぽくなったりとかっていう感じではないですね。光の加減ではこうキラキラしてるのがわかるんですけど、そんなにこう白い色がついたりするわけではないので、本当にベース向きなのかな。はい、この色ですね。じゃあ次にこのピンクの色をのせていきます。なんかすごく綺麗なピンク。あ、はい、指にのせる、あ、腕にのせるとこんな感じで、あ、なんか意外ともっとピンクが結構きつめにつくのかなって思ってたんですけど、結構こう薄付きというか優しいピンクの色合いですね。あんまりこう結構近くで見ないとそんなにピンクっていうのがわからないような、こう重ねて塗ればピンクの発色が結構強めに出るような感じですかね。でもこのピンクならじゃ使いやすそうかも。なんかもっとすごいピンクピンクしてたらどうしようかなと思ってたんですけど、これなら使いやすそうですね。はい、じゃあ最後のこの四面色の茶色を乗せていきます。おお、あ、すごい、この茶色はすごく発色がいい。これちょっと取りすぎちゃった感がありますね。これは少し少量でこんな風に発色するんだったら、あ、でもこれを伸ばしていくとこんな感じですごいこう馴染む。あ、すごい伸びがいいですね。伸ばして伸ばしてこうやるとすごくこうほんわかした可愛い感じのブラウンになるので、あ、この3色にとても合ってるかもしれないです。最初びっくりした。こうやって置いたらほら結構このブラウンの色が濃くつくから、え、すごい濃いって思ったんですけど、こうやって伸ばしていけば馴染むブラウンになりますね。このまま置いとけばこう結構濃いめに出すこともできるのかな。重ねて置いてったりすればこんな感じで、あ、結構使いやすそうでいいかもしれないですね。はい、こちらのアイシャドウでした。はい、続いてはこちらのチークですね。キャンメイクパウダーチークス PW35 が入っていました。はい。よいしょ。開けるとこんな感じです。キャンメイクのこの小ささがいいですよね。持ち運びに便利だし、なんかこれなら使い切れそうだなってちょっと思えるし、ね、その小さいながらもちゃんとこうやって、ブラシもついてるのが本当キャンメイクのすごいところだなって思います。結構ブラシはこの長めなんですね。このブラシの部分が長めで。この、毛の部分もふわふわしてるんですけど、結構張りというか腰があるような感じのブラシですね。この色がちょっとこうピンクとオレンジの中間っていうような色なので、肌馴染みもとても良さそうなんですけど、この飛びとかはどうかなっていうのをちょっと見たいと思います。見た感じすごいラメが入ってますね。あ、取れました。あ、結構このブラシにのせてる時は粉は全然飛ばなくって、ブラシにこう粉が含まれてる、粉含みがいいですね。で、ちょっとこちらの手にのせていきます。手の甲にのせてるからかもしれないですが、結構薄付きな感じですね。手の甲にのせるとこんな感じなので、あまりこう色がついたっていうのはちょっとわからないかな。ちょっとこれね薄付きですね。
結構指で結構塗ってみてもあんまり色がつかないし、今ちょっとこっちのブラシで頬にも塗ってみたんですけど、全然ここ頬にも塗ってくれないですね。ちょっとこのチークどうなんだろう。なんか私去年のこのラッキーバッグ買った時にチークが入ってたんですよ。で、2色のチークが入っていて、ちょっと薄いこういうオレンジっぽい色とピンクの色が入ってるの、その2色を混ぜて使ったり、こうピンクの色を乗せた後にこっちの薄い色でぼかすみたいな、そういう使い方をできるチークがあって、それが結構いい色で、あの発色も良かったので、キャンメイクのチーク気に入ってたんですけど、ちょっとこのチークは残念かなっていう気がします。私の肌の色に合ってないだけかもしれないんですけど、あんまりこの色が出てくれないので、ちょっとこれは残念かなっていう感じでした。で、発色はこれ1本でまるでジェリーのようなプルンとした唇に仕上がりますということで、すごいですね。しかもこのちゃんと UV カットがついてるのは嬉しいですね。 SPF と PA がついてるのも嬉しいです。これ売り場で見たことありますね。へえ、これちょっと使ったことないな。結構こうスティックタイプで細身なんですね。しかもなんか、わかります？これ、わかるかな？このね、キャップを取った内側にこのね、お花のね模様が書いてあるんです。わかるかな？薄いピンクでお花の模様が書いてあります。こんなところですごい。あー、こうちょっとわかるかな？ぼやけちゃってすいません。こういうところに可愛さが入ってるんですね。色はすごいこんな感じの、ちょっとなんかあんまり出ないので見せられないんですけど、こんな感じの割とコーラルなピンクですね。そんなにこう派手じゃないし赤っぽくもないので、こうつける人を選ばないというか万人受けするような色なんじゃないのかなって思います。ちょっと腕にのせていきます。あ、すごい、なんかもうこの腕にのせた時の体温で結構この溶けていますね、表面が。で、この塗ったところが見てわかるようにすごくツヤツヤで、結構透明感のあるような仕上がりですね。肌なじみも良さそう。ちょっと唇にもつけてみます。はい、ちょっと今唇にね塗ってみたんですけど、ほんとこんな感じで、もうすごいちょっと塗っただけで溶けて周りは汚れちゃうぐらい柔らかいテクスチャーですね。なんか熱で溶けているのかそのもの自体なのかわかんないんですけど、ちょっと塗っただけでこんな溶けちゃうので、これどれぐらい入ってるのかわからないですけど、あんまり長く出しすぎると折れちゃうと思うし、あの結構減りが早そうな感じです。でも塗った感じは本当にこうじゅわっと溶けていくような感じで、で本当グロスみたいなリップクリームみたいな感じなので、色は薄付きだけどすごくうるっとツヤっとした唇にしてくれて、ぷっくり見せてくれますね。でね、これ匂いがこのね、無香料って書いてあったんですけど、いやなんか口紅の匂いします。なんか、なんか口紅だなっていうような、なんかリップとかルージュとかじゃなくて口紅だなっていうような、なんか昔ながらの口紅の匂いがします。あんまりこういい匂いかって言われたらちょっとって感じですけど、まあでも塗ってる時しか気にならないので、つけた後は特にその唇に色が、匂いが残ってるってことはないので、あの普段生活する分には全然困らないんですけど、つけた時だけちょっとなんかちょっと匂うなって、粘土っぽいって言ったらなんですけど、なんかちょっと口紅っぽい匂いがするなっていう感じです。でも本当にツヤっとしてうるうるして、ちょっとこのつけ心地はいいですね。これは私好きです。いいものが入ってた、やった。はい、でもこれね、本当になんか結構芯が柔らかいので、こういう上から蓋するタイプなので、ちゃんとしっかり中にしまってからやらないと、多分ほんとボキって普通に折れちゃうと思うので、そこだけ気をつけなきゃいけないですね。であとはね、すごい細いんですよこれ。わかるかな、なんか印鑑とかよりも細いとか、印鑑と同じぐらいの細さなので、ちょっとした隙間にこう忍ばせておいたりとか、普段これをちょっとポーチに入れて持ち運ぶよって入れとく分には、すごいこれ場所も取らないし、ささっとこう塗れるし、こうなんか色がドバッとつくわけじゃないので、鏡を見なきゃつけられないわけじゃないから、いざというなんか鏡がない状態でも結構ぬりぬりしただけでいい感じの唇になってくれるの、これ結構いいですね。お気に入りかもしれないです。続いてこちらのまた、グロスなんですが、見たまま高発色の美容液グロス、これはもう有名ですよね。いろんな色展開があって、私も、3色ぐらい持ってます。でこちらは05番で、結構割とビビッドなピンクカラーなんですけど、ちょっとね、あのこちらのグロスはもうすでにだから3本持っていて、あの結構こういう系の液体のグロスって使わないと結構ドロッとしてきちゃったりとか、あとやっぱりあの液体だからか衛生面的にも早く使わないとなんかちょっと匂いが変になってきちゃったりするので、ちょっとこれはまだ開けないで
今使ってるのが終わりそうになったら開けようと思うので、ちょっと今回つけないで、つけるのはちょっとやめようと思います。すいません。ちょっとこの見た目だけで判断していただければと思います。結構ビビッドなピンクの色なので、少量を取ってこう手でぼかして塗るっていうような感じがいいのかなっていう感じですね。そしてあとこちらのイエローブラウンの髪の方にということで、キャンメイクカラーリングアイブロウの01番が入っていたんですが、私は、ちょっと髪の色がこのイエローブラウンのこの色ではないので、ちょっとこちらは使わないかなということで、ちょっとどなたかにお譲りしたいと思っているので、開けずに、こちらもすいません。最後はこちらですね。ぷくっとジェルネイル風速乾、高発色チェリーレッド。ムラになりにくく、ひび割れしにくいということで、ネイルが入っていました。私ね、キャンメイクのネイルって、ベースコートしか使ったことなくて、ベースコートでこう塗るとこう取れるっていう、ペリッと取れる剥がれるベースコートあるじゃないですか。あれは持ってるんですけど、普通のネイルって持ってなかったのでちょっと嬉しいです。このね、ベルネイルみたいになるっていうことなのでちょっと楽しみですね。これはちょっと実際に塗っていこうと思います。はい、開けてみました。結構大きいんですね。多分380円とか580円だからか、結構こう大きくて、なんか思った以上にごっついって言ったらなんですけど、だなぁと思いました。赤もすごいはっきりした赤ですね。こうクリスマスっていう感じの赤ですね。ちょっと塗っていこうと思います。これ先に、リンメルのハッピーバッグを開けて開封動画を撮って、そこに入ってたネイルを塗った後なのでまだ残ってるんですけど、まぁ、ちょっと比較じゃないですけど、するために同じこの親指に塗っていきたいと思います。こちらのリンメルのハッピーバッグの動画を見てない方がいたら、よろしかったら右上のカードから飛べるようにしておくので見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、では塗っていきましょう。このキャンメイクのって取っ手が結構太いから持ちやすいんですね。おー、すごい赤だ。で、なんかこうやっぱジェル風ネイルっていうことなので、液体がちょっとこう粘っこいというか、結構ポテッとした感じなんですね。はい、では塗っていきます。意外とこれを見たら、もうすごい赤々しくって、なんか本当に昔のバブルの感じの赤になっちゃうのかなって思ったんですけど、こう塗ってみると結構こう透明感が出るというか、こうツヤが本当に出るので、その思ったよりこうきつい赤にならなくて、なんかもう本当にあれですね、トップコート塗ったかのようなこのツヤ感と輝きがありますね。これさっきそのリンメルの中にあったやつで塗って、トップコートも塗ってないので同じ状況だと思うんですけど、やっぱキャンメイクのだけこのテカリ、ツヤが違うのがお伝えできますかね。すごい私しかわかんないかもしれないんですけど、このキャンメイクのすごいぷっくりしてますね。ぷっくりしてツヤツヤして、トップコートはいらないような見た目です。これ結構いいですね。なんかその、もうすでにこれを買われた方の動画で、結構ね、この匂いがきつい、匂いがもう無理っていうのを見て、どんな匂いなんだろうと思ったんですけど、すごい確かに匂いが強いですね。ね、変な匂いかって言われたら全然そうじゃなくって、普通にマニキュアの匂いなんですけど、なんかまあ乾ききってないからかもしれないけど、その、普通こうマニキュアを開けた時にそのマニキュアの匂いっていうのすごいして、塗り終わって閉めたらその匂いって薄れてくると思うんですけど、塗った後もすごいマニキュアの匂いが強烈ですね。そのことを言ってたのかな？だったらすごいわかります。はい。はい、以上がキャンメイクのハッピーバッグの中に入っていた6点の品でした。はい、欲しいっていう方たくさんいると思うので、早くしないと多分ね、どんどんなくなってっちゃうと思うので、ぜひ欲しいという方お早めに、こう、イオンなり、ロフトなり、に言ってると思うので、近くのところを覗いてみてください。皆様の手にも、キャンメイクのハッピーバッグが行き渡りますように、私も願ってます。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。